こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ予宿のね話をしようかななんて思うんですが、まあ、困難をね乗り越える予宿のすすめっていうことでちょっとね話していくんですけど、ちょっとね、まあ、動画参考にしたね動画があるんですけど、そのね話を聞いた時に最初にね、なんかね困難をね、まあこう思い浮かべる、そんなことをねするっていうのはすごいネガティブなんじゃないかななんて、そんなことをね思って、例えばね、まあ自分がイベントのね企画とかそんなことをやった時に、例えばね、まあ当日にねパソコンが壊れてしまったとか、携帯電話がね繋がらなくなってしまったとか、あとね来るべき人がね来られなくなってしまったなんて、そんなねことをねなった時ってすごくね困りますよねみたいな、そんなね始まりだったんで、そんなねネガティブなことを、まあ予宿のねことでね、まあ、考えないよななんて、そんな風にね、まあ一生思ったんですけど、まあね、そのねそういったね困難とかね、そういった、まあ、トラブルとか、そういったね、まあそういった時にね、いい対処法があるっていう、そんなね話だったんですけど、それがね予宿のすすめって本にね、まあそのねいい例がね出ているっていうことだったんですが、その話っていうのが、まあ岩手県のね釜石高校っていう高校のね野球部のね話なんですけど、まあその野球部ね、試合の前に、まあ自分たちがねどういった試合展開になるかっていうのをね、スコアボードを実際に用意してね、まあ予宿っていうかね予想をしたっていうことをね、まあ、書かれてるそうで、それでねそのね、まあ試合展開をね予想したのでね、まずはね初めにやっぱりね4点とかで、ね、取られてピンチになった方が面白いんじゃないかみたいな、そんなねことをやってて、あいいねいいねみたいな、そんな感じでねやっていって、それでね結局ね最終的にはその4点をひっくり返して逆転して勝つみたいなね、そんなねストーリー作ったそうです。そしてね、また高校野球のね、まあ、どういった試合かわからないんですけど、まあ、そのね試合、まあ、青森のね超強豪校、甲子園にね常連で出るようなそんなね高校と対戦することになった時に、実はねその試合で初っ端にね予宿通り、まあ自分たちがね考えたストーリー通り4点を取られてしまったそうです。それでね普通のねそういったね予宿をもししてなかった、まあそういったねストーリーを考えてなかった場合、4点取られたらそんなね甲子園に出るようなそんなね強豪校、やっぱりうちらのね、まあそのね高校の足元にも及ばないなとかね、まあ、全然ねこう相手にならないなって言って諦めてしまうと思うんですけど、まあ、そこはねそういった自分たちで考えたストーリー通りだ、よしよしいい展開だみたいな、そんな感じでね、まあ、ベンチではねすごくね盛り上がって、なんかね、まあ、みんなね部員たちはねワクワクしてたそうです。それでね結局ね試合を終わってみれば、まあ、本当にね予宿通りに逆転して、まあ、勝利をね収めたっていう、そんなねエピソードがねその予宿のすすめって本にね、まあ、書かれているそうで、自分はねそれをね聞いた時に、そのねまあなんかねトラブルとか困難っていうのを考えるのはねネガティブな、そんなね考えっていう風にね一瞬思ったんですけど、そうも考えると、まあ自分とのね困難とかそういった、まあ、ものをねこうイメージして、それで それを乗り越える、そういったねこうことをイメージするしてワクワクする、それでそれを乗り越えた自分をねこうイメージするっていうのはまさしく予宿だななんて、そんな風にね思いました。まあどんなね人生、自分のね人生でそういった悪いことをね想像するっていうのはなかなかねネガティブな考えで難しいかななんて思ったんですけど、まあね何かやろうとした時にやっぱりねちょっとこうマイナスなこと、まあ、こうなったらどうなるんだろうとかね、どうしようみたいな、そんなね風なこう心配事が出てきたりしたら、そこはねこう自分でねそれを乗り越えていく自分っていうのをイメージして、それで予宿をしてこう最後にねそれがうまくいってっていう、そんなねストーリーっていうか、そういったのをね思い浮かべて、まあ、予宿してしまう。そうするとね、まあ、その困難、もし自分がねこう心配だなって思ってたことがね実際に訪れた時に、それをね乗り越える力に
なるんじゃないかな、なんてそんな風にね思いました。大島啓介さんのね、まあ、その吉久のすすめのね本、まあ、翡翠光太郎さんと大島啓介さんの本だと思うんですけど、まあ、そのね大島啓介さんのね師匠である福島さんって方、ちょっと僕どういった方かねちょっとご存知なかったんですけど、その方ね、あの会社とかもしね倒産とかね、まあ、火事になって焼けてしまった時、まあのね、そういった困難が来た時っていうのは自分もうね予測できているそうで、まあ、従業員がねすごくです、そういう時に、まあ、悲しく思っている時によし俺の出番が来たっていう、そんなねことを言うっていうことをね言っているそうです。なのでね、あのもしねそういった困難が想定してない困難だから、まあ、困難になるわけで、困難がね想定していれば困難ではないみたいな、そんなね感じのこともね話していたので、まああの困難っていうのをね、まあ最初から想定していれば乗り越えやすいんじゃないかな、なんてそんな風にね思いました。まああのそのねこう困難が来た時になんか言う言葉っていうのはね、まああの福島さんだったら俺の出番がやってきたみたいな、そんな感じで、ルパン三世だったらまああの面白くなってきたぜみたいな、そんなねことを、まあ、中ですごいルパンのね顔がこう出てきてね面白くなってきたぜみたいな中で、あの言うのをねなんかイメージできますよね。それをね自分のね言葉、そのね困難が来た時になんかね言う言葉っていうのをねこうイメージしておくと、困難っていうのを本当に乗り越えやすいんじゃないかな、なんてそんな風にね思いました。そのね高校野球の釜石高校のね、まあ、最初に4点取られるっていう、そんなね困難、まあ、そういったピンチをね最初から作り、まあ、予測してそれをね乗り越える、そんな自分たちをね、まあ、ストーリー立てて、やったので、まあ、そのね強豪校、青森の強豪校にもね勝てたっていう、そんなね実例もあるっていうことなので、本当にね、まあなかなかね困難っていうのを考えるのはねちょっとねネガティブな考え方で、ちょっと自分はそう考えるのはねちょっときついかな、なんてでも思ったにもには思ったんですけど、何かねやろうとした時にこうちょっと心配事がで、ね、出てきた時には、まあ、それをね乗り越える自分をイメージするっていうのは大切だな、なんてそんな風にねすごく思いました。はい、ではね今日は困難を乗り越える予測のすすめっていうことでお話をしました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。